あの斧でサクッとロープを切ればあの止まるからね。あ、確信的な。アナログなんですね、やっぱあの装置は。クララ先生に、ね、そのそこのところをね、あの大丈夫ですかどうしって言ったらね、大丈夫ですって、あの斧持ってたら誰でもできるんでって言われたんで。斧はところで斧は。あ、そこに立てかけてあるよ。なんや、見えてなかっただけか。いやいや、じゃあまあ大丈夫ですな。やばかった。誰か行く人いないですか。簡単ですよ。じゃあもう行かせてもらいますよ。お、やる気ありますね。ぜひじゃあゾンブールさんと、ロボガロフ行きたいんですけど、うん、おお、じゃああと1人行きますよ。ちょっと待って、超主体的平和原子力開発委員会長から言われてるのにもかかわらず、主体的に行動できない奴らがいるんですか、ここ。あれあれ、終わりました。これ千子様、えおそばを離れるのはちょっと心苦しいですが、私が行きましょう。おお、待て待て待て、原子炉には使われてるのは何や言うてみ。国連レンガ、わしの方が適任ちゃうか。確かに国連レンガの第一人者トントロスキーね、黒レンガ組合職長で、ロボガノフ水桶人民挺身隊隊長、うん、でゾムール超主体的芸術員名誉顧問、この3人行ってもらいたい。任された、させてください。いや、これ安心しますね、ロボガノフ隊長。これもあれですよ、僕らもお下のプールで遊んどいたらもうやってくれますよ、トントロ。間違いない。こら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 、動画落ちてくるの待ちましょう。バチコリと止めてきますよ、これも。いや、もう止めてきてください。ちょ、じゃあ、行ってきてください。よし、上着やるんかな。いや、もう上着どころか、もう全部脱ぐよ。脱んだ。ちゃんと謎の光入れてや。ちゃんと下に入れといてや。BD 版では謎の光取れます。ブンブンブン。めっちゃ聞こえてくる、音が。バサ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 。バシャー。深い隊長だけ。なんかこのプールピリピリする。プール言ってねえよ、もう。コネセンコ様、無事にベルは鳴りやみましたが、はい、どうやらロープを切るという機構はあまりにも高度すぎたようで、ベル本体まで破壊した者がいたようです。こらえ、所長、我々はね、目に見える結果を求めてるよ。これなんや、あ、なんか紫の光とか見えるって聞いてきたのに、誰のせいなんやろな。いや、これはあれやな、みんなにこれは誰の責任か聞いて回ろうか。トントロスキーさんから、ちょっともう誰がやっぱ悪いんか言ってもらおうか。うん、誰やと思う、この事態の。僕はなんか、そこのなんかプール飛び込んで仕事してない人が一番まずいんちゃいますかね。あの軍団長どう思うんですか、軍団長。そうですね、ゾムールが悪いと思います。おお、紛れを一瞬だけど、それは理由をかかってもいいと思ったんです。縄、水、斧、この3要素が揃ったとき爆発しないわけがないな。でも軍団長、はい、そう勘違いしておられます。僕が好きな爆発は火薬の爆発であって、斧、ロープ、どうやって爆発するんですか。確かに、じゃあロボロです。早っ。代わりに早っ。お前頭ちゃんと考えとんのか、お前は。事故を求められたら弱くなる。目ですかね、目。やっぱり3人が帰ってきた時の目を見たんですよ、目を。ゾムさんの目はね、もうなんかキリッとしてはりました。トントロースキーさんの目はもうなんかもうトロッとしてました。ロボロさんの目なんか知らんけどちょっと泳いでたんですよね。目も泳いでいる。お後がよろしいようで、ロボロです。いやいや、あんまうまないからな。ロボガノフ挺身隊隊長はどう思うんですか。まあ確かにプールで泳いでましたけど、逆に言ったらね、泳いでるだけで他に悪いことできないですよ、しようがないわけですよ。でもなんか今なちなみに挺身隊長は誰やと思ってるんですか。まずトントロスキーさん協力する必要ないじゃないですか、どう考えて。まあ確かに、ゾムルさん芸術家なんか変なもん持ってそうじゃないですか。
いやでもロボガノンさん、この次でザムール芸術院名誉顧問さん行っちゃうじゃん。もうでもロボガノンさんが言った通り僕はね確かに持ってますよ。ああ。しかしいやでも確かに爆発みたいんですけど、でも仕事はちゃんと全うする。はいはいはい、はい、今手にかけたんですよ。ちゃんと仕事するのか爆発するのか。でも仕事は勝ったんですよ。あ、じゃああのチノさん、はい、どうも、どうもロボガノフがこの、まあ、委員会を早く抜けて落下したいというようなあの思惑が隠しきれてないんじゃないかな。いやーこれ撮影前に言うんじゃなかったな。ちょっと待って、この人こそあのマジで言うんですけど、僕本当に役全うしただけなんですよ。、まあ、もう本気で濃厚じゃない、まあ、そのようなところが見え隠れしてるのがロボガノフさんです。ここで考えるわけですよ。あ、こいつ、まあ、確かに怪しい行動はある。ただここで殺してしまってはこいつが浮かばれてしまう、嫌やなと。というところで怪しいのがですね、トントロ好きさんです。おう、ということでちょっとよかしい。最後にエミリー研究所所長にね、あの話を伺おう。所長どうなってるんやこれは。一番よく聞こえたのはあのそこのロボロさんがプールに飛び込もうとと、それから斧を振り回すトントロスキーの音ですね。まあブン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 振り回してればロープとのついでにベルもゾサナッキ壊されるでしょう。なのでトントロスキーさんちょっとアリバイがありすぎて、あの逆に容疑者くさい。おい結局みんな一緒やないか。アリバイあるし、なるほど、お前ら自分の頭に考えろお前ら。なるほど、アリバイだらけだからやっぱりトントロスキーがおかしいと。証拠型ですね完全に。うん、いやでも分かった、みんなの分かったよ。ちょっと俺別室でちょっと考えまとめるから、皆さんちょっと休んでてください。うん。